慶応義塾大学キーパー4年の剣かなです。本日の試合はいかがでしたか？今日は自分のミスから先制点を許してしまい、個人としては課題が残る試合となってしまったのですが、チームとしては3試合ぶりに勝利をつかむことができ、とても良かったと思います。事実への意気込みをお願いします。はい、残り3試合連勝をつかめるようにチーム一丸となって頑張ります。